ポケットマインに MP 向けに、将棋セルバンテスによって PH、PHP で開発された、サーバーソフトウェア。現在は、マインクラフト、ベッドロックエディション向けに、ディライケーテーラーによって開発されている。GitHub で、オープンソースソフトウェアとして L L、LGPL-3.0 の下で、ポケットマインチームの手によって開発されていたが、すでに開発を終了しており、 2016年9月6日からは PMMP が引き継ぐ形により復活。現在も開発が進められている。また、容易にプラグインを記述することができ、多数のプラグインやワールドが公式フォーラムで配布されている。当初、ポケットマイン MP はポケットマインクラフト PHP と呼ばれており、文書化された WikiVG を具現化するために開発されていた。 2013年6月19日、ポリエチレン版開発者であるショーギーはバージョン0.7例向けにオンラインでマルチプレイができるポケットマインレルムスを開発無料で公開したが、2013年8月31日頃、モージャン AB の請願によりサービスが停止。代わりに外部サーバーへ接続できるようポリエチレン版に機能が追加された。その後、 ポリエチレン版に追加された機能を使い GitHub で開発され2012年12月22日に現在のポケットマイン MP という名前になった PHP のコーディングの手軽さ拡張の簡易さから多くの貢献者を集め発展したしかし2016年2月15日ショーギーはモージャンから仕事を提供されたことを公表これ以降ショーギーは GitHub 公式フォーラムともに徐々に姿を消し、それに従って、ポケットマイン MP も衰退していった。ポケットマイン MP が衰退している間、ポケットマイン MP を利用していたユーザーは、ポケットマイン MP から派生したジェニシスというサーバーソフトウェアを使用しており、その開発リーダーであるディランは、ジェニシスが廃止されると同時に、PMMP という組織を GitHub 上で立ち上げた。 そして2016年9月6日、ポケットマイン MP を引き継ぐ形で復活となった。2019年9月4日、統合版バージョン1.13のアップデートによるデバッグシンボルの削除を理由として開発を断念する可能性があると発表。しかし、現在は1.13アップデートを乗り越え開発を続けている。2021年9月23日現在も、 GitHub にて更新が続いているのが確認できる。開発者、ありがとうございます。